オーグマザベータ星は、オーグマザの構成で二等星。北斗七星を形成する構成の一つでもある。北斗七星ではポラリスに近い方から見て二番目にある。アルファ星と共に、指極星として用いられる。この星とアルファ星とを結んだ線分を、アルファ星の方向へ伸ばすと、北極星へ、ベータ星の方向へ伸ばすとレグルスへと導かれる。北斗七星の星々は、 ティコブラーへの製表では全て同じ二等星とされており、この製表に従ったヨハン・バイエルは北極星に近い順に符号をつけた。そのため、ベータ性ではあるが現在では5番目の明るさとなっている。フォーマルハウトやベガと同様に加熱された宇宙人が円盤状の多いから赤外線を放射している。この星から土星軌道くらいの距離に太陽系で発見されるのと同様の 数百系の宇宙人の帯が発見されている。アルファ星とイータ星以外の北と七星の星は、オーグマザ運動星団に属しており、互いに近い距離に位置している。惑星の存在は確かめられていないが、もし惑星があれば、ガンマ星、デルタ星、イプシロン星、ゼータ星が、それぞれ例等級以上に明るい星に見えるとされる。ベータアーシーメイジェウリス、ベータウマ。 固有名メラクはアラビア語で大熊の腰を意味するマラーククあるダブあるアクバルに由来している。アンドロメダザベータ製のミラクと語源は同じ。2016年6月30日に国際天文学連合の構成の命名に関するワーキンググループはマラークを大熊ザベータ製の固有名として正式に承認した。また中国名はなど 聖誌の天文史では、天仙、等の密教経典、仏説北斗七世延命行では、巨門である、シドニーホールによる、大熊座の星を表現した図、ありがとうございます。